の発射試験打ち上げ脱出システムとはロケットの打ち上げ失敗時に友人宇宙船の乗員モジュールを離脱させる機構である例えば爆発の危機など乗員に差し迫った脅威がある緊急時に打ち上げロケットから乗員モジュールを瞬時に離脱させることを目的とする複数の方式が存在するが中でも乗員モジュールの先端に取り付けられる脱出ロケットと 呼ばれる形式がアポロ宇宙船やソユーズ宇宙船はじめ広く使用されてきた。脱出ロケットは上員モジュールの上に取り付けられ、ロケットエンジンの分流が上員モジュールに当たらないように角度がつけられた分離ノズルとなっていることが特徴である。上員モジュールの上に立つ塔のような形態のものには打ち上げプロセスを中断して作動させることからアボートタワーという通称がある。 アポロ宇宙船の打ち上げ脱出システム炎上するロケットから脱出するソユーズ T-10 から1号のカプセル。これは試験や誤発射以外で脱出ロケットが用いられた初の例である。脱出ロケットはアメリカのマーキュリー計画やアポロ計画の宇宙船で使われていた。ロシアのソユーズ宇宙船では今も使われている。実際に人が乗った。 有人宇宙機での作動例は2018年現在、1983年9月26日のソユーズ T-10 から1と2018年10月11日のソユーズ MS-10 の2例しかない。ソユーズ T-10 から1では、打ち上げの直前に発生した火災により、ロケットが爆発する数秒前に、脱出ロケットで乗員カプセルが離脱し安全な場所まで到達した。 この脱出時に乗員が受けた加速は14から17、G が5秒間であった。伝えられるところによると、カプセルは高度2000メートルまで達し、発射台から4キロメートルの地点に着地したとのことで、ある。ソユーズ MS-10 では、打ち上げ約90秒後に第1弾を分離する際に、第1弾と第2弾が接触して、 第2弾が破損したためロケットが落下し始めたことから打ち上げが中断された。この段階ではロケット先端の脱出ロケットはすでに廃棄されていたがフェアリングに搭載された脱出用ロケットが作動。カプセルは最大で高度 93km に到達し発射から19分41秒後に射点から約 400km 離れた。 ジェズカズガン東方 20km の地点に着地した。スペースシャトルの後継機として開発されている新しいオリオン宇宙船でも脱出ロケットシステムが採用されている。また、商業有人宇宙船であるスペース X 社のドラゴンに開発中のボーイング社 CST-100 でも LAS が装備されるが、これは従来使われていた長部に装備した固体ロケットで、 引っ張り上げる原因式ではなく、宇宙機の下側に装備した液体ロケットで押し上げるタイプとなる。この方式の利点は、通常は投機されることになる使用しなかった推進薬を軌道上での推進などにも使うことができるため、効率が良いという点にある。ただし、点火直後の姿勢を制御するのが難しいという問題もあり、コンピュータの能力向上が必要だった。 また過去に採用されなかった理由は、液体ロケットは水力を急激に立ち上げるのが難しかったことが大きいが、近年のロケット技術開発によりこの問題は解決された。宇宙機の下側に装備した液体ロケットで押し上げるタイプの飛行検証は2009年7月にマラズ飛行試験で行われた。ロシアのボストークとアメリカのジェミニ計画の宇宙船では、 共に射出座席を使う設計だった。欧州宇宙機関のエルメスとロシアのブランでも常に乗員を乗せて打ち上げられるのであれば、射出座席を採用していただろう。そういうズティ10から1で示されたように、レは発射台から乗員区画をパラシュートが開くのに十分な高度まで運べる必要がある。必然的にレでは強力な個体ロケットを使わざるを得ず、 大きくて重いものとなる。射出座席の方がより軽く地球への帰還途中にも使える可能性があることから可能であれば宇宙船の設計者はそちらを使うように設計したいだろう。しかし独立した座席とそれぞれに脱出発チが必要となるため乗員の多い宇宙船では射出座席は実用的ではない。スペースシャトルでは初期の試験飛行では 車室座席を装備していたが、マッハ3以下の速度でしか使用できないなどの問題があり、実用段階になると取り外されてしまった。チャレンジャー号爆発事故の後、残りのオービタには、サイドハッチを吹き飛ばし乗員がパラシュート降下できるように改良が加えられたが、この方法はオービターが高度 6km 以下を滑空している状況でしか、 使用できず、打ち上げ段階での脱出手段は依然として用意されない状況であった。ありがとうございます。